カステルヌーは、フランス、奥下に位地域圏、ピレネーオリアンタル圏のコミューン。カステルヌーは、トゥイールの西5キロメートルのところ、アスプル地方の山のふもとにある。村は丘の上に立っており、村を、死者区の居城、かつての暴楼が見下ろしている。カステルヌーの定住地は、カステルヌー城の周りで成長し、10世紀の終わりには、名が知られていた。このカストラムノブム、または、 カステロム・ノブムは、カステルヌーシャクの権力の座であった。1286年、城に、マヨルカ王ジャウメ二世の軍が押し寄せ、そして1483年に新たに、ルサリオ知事による攻撃があった。17世紀から18世紀に賭け城は打ち捨てられ、村は弱体化し、19世紀にはほぼ見捨てられていた。19世紀終わり、城の購入者が城を修復した。 20世紀の観光開発。今日の村は、主として観光業に依存しており、フランスの最も美しい村に登録されている。参照元、陰性、死者区の城が見下ろす村、サントマリードイコールメルカダル教会カステルヌー城の歴史は10世紀終わりに遡る。11世紀の間中、カステルヌー死者は、ルシオン中に影響を与える存在だった。14世紀に城は、 マヨルカ王の参加に入った。領主権は数世紀間様々な一族の間を転々とした。18世紀に廃てれていた城はすっかりボロボロだった。城の石は周辺住民が自宅を作るのに使われていた。19世紀終わりに城が買われ完全に復元され徐々に近代化された。1980年に 火事で焼けたが復元され1990年より公開が始まった。城にはサンピエール礼拝堂があった。これは12世紀前半まで村の教区教会であった。サントマリードイコールメルカダル教会ができたときは、教会は城壁外側にあった。城の礼拝堂は1991年よりあり、聖アウグス地の修道会三次会の学校に使われた。 城には大ホールができた14世紀に礼拝堂建物はなくされた。サントマリードイコールメルカダル教会について初めて記されたのは1259年である。城壁で囲まれた村の外にあった。縄近くにあった市場の名称から名付けられた。建物は13世紀初頭まで遡る。18世紀には建物がいくつか、制御室と金が追加された。 ありがとうございます。